今ですね、オーストリアのハルシュタットにいます。でハルシュタットの、ね、湖を眺めているところですけどね。で、面白いショップを見つけました。ハルシュタット岩塩、日本語で書いてますね。元祖って書いてない変な。どこからこの元祖って言葉が習ったのかなと思うんですけど、岩塩、塩山みたいなのもあるので、岩塩がこの辺りありまして、この町有名です。あ、それお土産買ってく日本人の人も結構いるんでね、日本語で書かれたりもします、綺麗ですね。山がすごいね。これ1000メーターぐらいあるのかな。でその中に湖があって街が開けてる感じです。そんなに大きな街ではないですけどね、で、ここを人々が散歩してる感じです。すごいね。こう見てるとですね、湖、魚がいますね。結構透き通って見えるんですけど、下まで透き通ってます。うわ、気持ちよさそう。泳ぎたいな、俺も。泳ぎたいけど、水着持ってくの忘れちゃったんでね。